一条戻り橋は、京都市上京区の堀川に架けられている一条通りの橋である。単に戻り橋とも言う。794年の平安系造営に際し、平安系の京域の北を限る通り、一条王子に堀川を渡る橋として架橋された。橋そのものは何度も作り直されているが、現在も当時と同じ場所にある。平安中期以降、 堀川右岸から右京にかけては、衰退一印しかったために、堀川を渡ること、すなわち、戻り橋を渡ることには特別の意味が生じ、様々な伝承や風習が生まれる背景となった。現在の橋は1995年に架け直された、ものである。一条戻り橋の近くにある、生命神社には、それ以前の一条戻り橋を、実際の部材を使って再現したミニチュアがある。 江戸時代の戻り橋の様子は、都名書図への差し絵によって知ることができる。交差する堀川通りには、一条戻り橋、生命神社前というバス停も存在する。また知名度の高さから、TV ドラマなどでの撮影もよく行われている。戻り橋という名前の由来については、先週賞牧七で、演技18年12月に、観学者、三好清幸の創立がこの橋を通った際、 父の死を聞いて急ぎ帰ってきた熊野で修行中の子、清倉が棺にすがって祈ると、清雪が雷鳴と共に一時生き返り、父が抱き合ったという。平家物語剣巻には次のような話がある。摂津源氏の源の頼光の頼光4、天皇筆頭の渡辺綱が夜中に、戻り橋の田元を通りかかると、美しい女性がおり、世も更けて恐ろしいので家まで送ってほしいと頼まれた。 綱はこんな夜中に女が一人でいるとは怪しいと思いながらもそれを引き受け馬に乗せた。すると女はたちまち鬼に姿を変え綱の髪を掴んであたご山の方向へ飛んでいった。綱は鬼の腕を太刀で切り落として逃げることができた。腕は摂津国渡辺の渡辺綱の屋敷に置かれていたが綱の義母に化けた鬼が取り戻したとされる。戻り橋は 橋浦の名所でもあった。源平清水木巻十二によれば、高倉天皇の中宮の剣霊門院の出産の時に、その母の兄以伝は一条戻り橋で橋浦を行った。この時、十二人の童子が手を打ち鳴らしながら橋を渡り、生まれた巫女の将来を予言する歌を歌ったという。その童子は、恩苗師、安倍の生命が一条戻り橋の下に隠していた十二 神象の化身であろうと書かれている。安倍の生命は十二神象を敷紙として死役死への中に置いていたが、彼の妻がその顔を怖がったので、生命は十二神象を戻り橋の下に置き、必要な時に召喚していたという。戦国時代には、細川春元により、三好長慶の家臣、和田慎五郎がここで、のり引きにされ、安土桃山時代には、豊臣秀吉により、 島津俊と志久と千利休が教主された。また、秀吉のキリスト教禁教令の下1597年には、日本26聖人と呼ばれるキリスト教殉教者は、ここで見せしめに耳たぶを切り落とされ、殉教地長崎へと向かわされた。ただし、利休の首は、ジュラコ大橋のたもとにさらされたとの記録もあり、この頃戻り橋の名は、ジュラコ大橋すなわち現在の中立ち売り橋に、 移転されていたと考えられている徳川和子の受大行列が中立ち売り橋を渡る際幕府は戻り橋の名を嫌って万年橋と改名したが京アラベの間には定着しなかった嫁入り前の女性や縁談に関わる人々は嫁が実家に戻ってきてはいけないという意味からこの橋に近づかないという慣習がある逆に太平洋戦争中王将兵とその家族は 無事に戻ってくるよう願ってこの橋に渡りに来ることがあった。一条戻り橋京都観光ナビ境内案内、生命神社境内に移築された旧憩に関する説明あり、ありがとうございます。